スマホのさ、写真とかもちゃんとバックアップ撮ってる人とかいるでしょ？なんか写真が消えたりとか、次のスマホに機種変とかした時にデータがそのちゃんと引き継げるように。もう僕は昔の写真は何にも残ってません。テマニャの写真は一応なんかディスコードとかに保存してあるくらいかな。消えたら嫌なやつを。そう、もうね、自分の写真なんて何にも残っちゃおりません。そうなんだよね。よくさ、すごい昔の写真とか持ってる人とかいるじゃん、バックアップ撮ってて。でも僕はもう何にも残ってないんだよね。だからね、逆にそのコロさんとかが僕の昔の写真持ってたりするんだよね。夏みたいな。そう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 、それ僕が高校猫の時の写真じゃんみたいな、そういうね、あれなんですよね。コロさんはそういうのはある。やっぱね、僕のね、外付けハードディスクなんだよね。僕は持ってないのに。僕は持ってないんだけど、コロさんは持ってたりするんだよね。そうなんですよ。そのぐらいね、バックアップは大事なんだけど、結構疎かったりとかめんどくさがっちゃったりするんだよね。ありがとう。朝井しずるさん、はやたまさん。